こんにち、わーわジャーマンズ from ジャーマニーです。あれは誰が見つけたのか、本当にどこで見つけたんでしょうね、あれね。最初の始まり、あの頃私はあの頃16歳で、私のクラリネットの先生に紹介されてあの番組に出たんですけれど、当初はめちゃくちゃでしたね。目黒警察署の駐車場で撮影をしていて、それで消防車が出動中の時にだけ撮影が できる感じで、1時間に3回も撮影をしている時もありました。本当にめちゃくちゃでした。全く違いました。